めっちチャンネルです。めっち、今回はハラスメント加害者に、ならないための5つのポイントを、ご紹介したいと思います。はい、1、人の体には触らない。同性同士の、ボディタッチは友情の証。異性の、さりげないボディタッチはモテるコツとか思っていませんか？それハラスメントです。絶対やめましょう。2、公共スペースでは下ネタ、猥談はしない。下ネタ、猥談は不快になる人がいます。またある種の、男性ノリをその場にいる全体に強要することになります。3、人の容姿生活を評価することは言わない。ブスいじりデブいじりなど全てやめましょう。人の体はその人のもの。他人がとやかく言ったり評価したりすることではありません。4、女性男性はこうであるなど性別によって人の在り方を決めつけない。女の子なのに化粧しないのかとか、男性が怒らなきゃとか思ったことありませんか？でも性別に関わらず自分の生き方は自分で決めるもの。5、怒られない雰囲気に甘えない。友達との会話の中でゲイいじり、デブいじり、不謹慎ネタ等で笑いが取れたとしても絶対に調子に乗らないこと。周囲の人は、嫌な思いをしているのにその場に合わせて、ニコニコしているだけかもしれませんっていう5つのポイントがありますね。それ問題だよと指摘されたら反論しない。相手を傷つけてしまったり、不快にさせてしまった場合、あなたがどのような意図で、それを行ったかは全く関係ありません。自分の行動が何を問題だと指摘されているのか、まずは丁重に相手の話を聞きましょうって感じですね。言葉とは、時には暴力になり人を傷つけてしまう可能性があります。ですので、発言には気をつけて、毎日を、行動していきましょう。めっちチャンネルでした。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。めっちチャンネルでした。